うもこんにちは、ミートスです。よいしょ、今日はこれです。はい、ちょっとコンビニが多くなっちゃってますけど、パン食べたいって思ったので今日はパンを食べていきたいと思います。ほい、今回もいっぱい持ってみたのでこのまま食べていきたいと思います。いただきます。パンにもコーヒーが合うだろうっていうことでコーヒーです。あんバタークリームサンド。あ、とりあえずなんか惣菜っぽいやつはトーストしてます。あ、見ます？いや、いいか。で、最初はちょっとこれめちゃくちゃ美味しそうで、あんバターサンドいただきます。最初は、うまっ、めっちゃ美味しい。やべえわ。これ大前提として温めることが大前提になってるので、とろけたバターがあったかいあんこと絡み合って、しかもパンがふわふわで美味しいです。うん、やば、めっちゃ美味しい。あんことバターって本当に合うんだよね。チーズオニオンスティック。ちょっとだけトーストしたんですけど、このオニオンのね、パンいただきます。しょっぱい系も欲しいので買いました。うん、美味しい。ピザトーストっぽいやつ結構好きなんで、好きな味です、これ。この上さ、ゴロッとオニオンが乗ってて、玉ねぎの風味とバジルの香りがいい感じです。うまっ。うまいな。トーストしたからさ、多分チーズだと思うんですけど、なんか香ばしくて、それがまた美味しいです。美味しい。いちごジャムマーガリン。ではでは、続いてはこのいちごジャムのコッペパンいただきます。こういうのってレギュラーで置いてたりしますけど、なんかね、新発売シール一応貼ってたんで買ってみました。普段から小雪はよく買います。え、美味しい。やっぱさ、コンビニのコッペパンって美味しいですよね。あんま言っちゃいけないかもしれないけど、なんかスーパーとかに売ってるコッペパンって割とやっぱパサパサしちゃうじゃないですか。けどコンビニのコッペパンってなんかちゃんとふわふわしてて、外は若干パリッとしてる感じが美味しいですよね。ホイップとイチゴジャムが美味しいです。もっちり食感タルタルフィッシュバーガー。はい、ちょっとこのカットされた部分の間でちょっとこれトーストしました。うまっ。うわ、ほらほら、トロトロの卵マヨが入ってます。うわ、しかも結構たくさん入ってる。いいね、こんだけたくさん入ってたら満足感あっていいですね。うまっ。中のフィッシュフライも結構分厚めで
どっぷりと入ったタルタルソースに負けないぐらいの満足感があってめっちゃ美味しいです。ホイップ揚げパン白バラ牛乳。ホイップ揚げパンいただきます。揚げパンですよ。うまっ、うまい。なんかね、ホイップがふわふわ感があるのに滑らか感があるみたいな、そんな感じのホイップに仕上がってて、パンとの相性抜群です。ブラックコッペ。じゃあ次はね、このチョコのコッペパンですね、いただきます。おお、なんかね、中に粒々のチョコチップが入っとる。めちゃくちゃシンプルです。若干チョコ風味のコッペパンにホイップクリーム入ってて、チョコチップのコリコリ感がたまんないですね。あと安いんですよね。めちゃくちゃ安い、コンビニパンは。うま塩もっちりチーズのパン。ではではでは、こちらのチーズパンいただきます。チーズの香りがめちゃくちゃいいね。うんうん、おいしい。なんかどこかにチーズの塊みたいなのがあるのかな。若干チーズの海感を少しだけ口の中で感じた。あとこれトーストしたからさ、香ばしくてめちゃくちゃそれがいい感じ。見えるかわかんないですけど、クリームチーズみたいな塊があります。チョコクリームのふんわりちぎりパン。ででんと、中にはチョコクリームが入ってますね。まあ見た感じめちゃめちゃシンプルだね、このパン。ちぎりパンだからちゃんとね、ちぎって食べます。うん、結構甘めに作られてますね、このチョコクリーム。僕さ、結構一口でかい方なんですけど、そんな僕ですらちょっと一口食べるのちょっと大変だったんで、今結構厚さがあります、パンの。うん、美味しい。よいしょ。カスタードクリームパン。なんだ、 V 何これ。カスタードクリームパンいただきます。カスタードがちゃんと、クリームパンのカスタードクリーム、エッグタルトとかにも合いそうな感じのあのクリーム。クリームパンのカスタードクリームってプリンっぽさもあるじゃないですか。そのプリンっぽさも若干ちゃんとあって、それが美味しいございます、これは。
まい。ごちそうさまでした。今日もここまでご視聴ありがとうございます。そうですよね。いやなんか一つ、あ、それだ、それですよ。トーストサンドアンバタークリーム、ぜひ食べてみてください。とろけたバターとあんこのハーモニーがたまらないです。最近のコンビニは全部美味しいんでね、多分どれ買っても正解だと思います。ということで今日もここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。